はい、こうじゅんです。今日はビッグテーマ、下半身です。どんなに柔軟なボディを持っていようとも、どんなに美しいブラストさばきができたとしても、それを支える下半身が安定してないと宝の持ち腐れですよね。そんなわけで今回はですね、その下半身安定のためのヒントをですね、3つに分けてお伝えしようかなと思います。最後までご視聴ください。では参りましょう。イエイ。はい、ではヒントその1ですね。まずですね、お伝えしたいのは、下半身安定のための、イメージを作る。そのためにはですね、重りを作ってみましょうっていうことです。体の中に重りをすごく感じるようになると、しっかり安定するよっていうお話です。ダイビングやなんかの時でも結構ウェイトをつけて潜ると、スーッと楽に潜れたりするんですよね。といってもダイビングしたことない人はちょっとピンとこないかもしれないんですけど、でも重りが下にあると物は安定するっていうのは、これはもう容易に分かりますよね。なので体の中にもそういう重りを感じるパートをちょっと作ってみましょうっていうことです。多くのうまくいかない人は結構そういったことを全く考えないというか感じないで、この手さばき足さばきにすごく意識がいってるんじゃないかなと思うんですよね。なので、では早速ね、この重りの感じ方、これをちょっとお伝えしますね。まず簡単な実験をしてみたいと思うんですけど、骨盤幅に立って普通に楽に立ちます。はい、もう何も考えないでただ立って、この時のちょっと足の裏にフォーカスしてみてください。結局自分の体は足の裏で支えてるわけですから、このフォーカスしてみると足の裏にかかる自分の体重、これちょっと味わえると思います。これ靴履かなくても裸足でも全然 OK なので、板場の上でちょっとやってみてください。はい、でこの状態と今度は、プラットフォーム作っていきますね。まず下からファスナーでギュッと上半身持ち上げて、下腹ぺちゃんこにします。そして胸をドカッと下ろします。ドカッと下ろしたら今度は股関節と膝をぐっと緩めます。はい、この時の足の裏の重さ感じてみてください。どうですか？普通に何も考えないで立ってる時と、それからプラットフォームを作って股関節と膝がふっと緩んだ状況だと全然違いますよね。これ重くなる感じしませんか？足の裏に重さがふっとかかる。そうなんです。これを使っちゃえばいいんです。でいつも他の動画でも言ってますけど、このプラットフォームっていうのが本当に大事で、この持ち上げて、でプラットフォームを作った、そしてそこにドカッと下ろす、すなわちリラックスした上半身の重さを一回下腹で全部受け止めるっていう感じなんですよね。なので上半身の重さがまずプラットフォームにドカッと乗っかっている。そして今度はそれを含めて股関節と膝をグッと緩めることで、それら全体を今度足の裏でドンと支えてる。すなわちこのプラットフォームと足の裏っていうのが重さでリンクしてる感じなんですよね。これをね、しっかりまず味わっていきましょうっていうことです。そして味わったらこれを動きの中に使っちゃえばいいんです。これがヒントその1、重りを感じましょうってやつです。はい、2つ目のヒントはですね、この移動の感覚、重りの移動の感覚をつかみましょうって話です。重りの感覚がつかめました。はい、そしたら実際に動く時にはこの重りが移動していくという感覚が体の中につかめてくるといいなと思うわけです。そこでですね、提案なんですけど、まずこのプラットフォームと私が呼んでるこの下腹部ですよね。引き締めた下腹部とか、これですね、このプラットフォームをですね、トレーだと思ってください。トレー、お盆ですね、お盆。そして上半身はお盆の上に乗っかっている細長いコップだと思ってください。タンブラーでもいいです。細長い感じね。で移動っていうことは、そのお盆が移動していく、トレーが移動していくというふうにちょっとイメージしてみてください。でこのトレーをさらに下でしっかり支えてるのがこの足の裏なんですよね。最初のパートで言いましたけど、プラットフォームと足の裏のこのリンクをしっかり味わってみましょうっていうことです。じゃあちょっと感じていきますよ。まずしっかり重りを感じる、持ち上げてカッと落としたら股関節と膝をグッと足の裏とプラットフォームに感じます。はい、でプラットフォームがトレーです。お盆です。はい、コップが乗っかっています。はい、トレーを動かしてみましょう。トレーを動かしていく。はい、こんな感じですね。そうすると足の裏の重りも移動していきますね。真ん中均等に 50/50 に体重かかっている時は両足に重りがありますけど、ぐーっと移動すると当然片方が重くなり片方足の裏は軽くなってきますよね。そうやって移動していくわけです。はい、でこれをじゃあ1本の軸から1本の軸の移動までちょっと感じてみましょう。はい、真ん中で作ったこの感じた重りを1本に運ぶ。1本に運ぶということはもう完全に1本足になるということですよね。1本足になった。そして足を出す、骨盤幅ぐらいでいいです。そしてトレーを運んでいく。はい、2本足が支えるポイントを通過して反対の軸1本足になった、なったと思ってから足を外すとちゃんとそこにいられる。そして足を出す。はい、またトレーを運んでいく。足の裏を感じながら、そしてまた1本反対の軸まで動かしてみましょう。でしっかりここまで 100% きたと思ったら足を外す。はい、これは横移動で見てみましたけど、このしっかりと重りが、トレーが、お盆が移動していくんだよっていうことをしっかりまず足の裏とともに感じるっていうことが大事です。でもですね、これね、注意しなきゃいけないポイントがこの中で3つあります。それをお伝えしますね。はい、まずですね、この移動するとき、この1本の軸に乗っかって、でワークする足を出します。この出す足、これをまず1回気をつけましょう。何を気をつけるかというと、ももから出さない、ももから出さない。ももから出すと何が起こるかというとですね、落っこちやすくなるんですよね。横に運ぶというよりも今度上下の動きが加わってしまうんですよね。なので下から運ぶということは、つま先からちゃんと整えていく。つま先から整えることでトレーはしっかりと運びやすくなるということです。1本になったらももからじゃなくてつま先から、床に近い方からしっかりと運んであげる。そしてトレーを動かしていく。で反対の1本になる。1本になってから片足になる。はい、こんな感じです。でその大事なポイント、今ももから動かさずつま先から動かすって言いましたけど、もう一つ大事なことはですね、つま先から移動してもですね、上半身っていうかこのコップがですね、そのまんまそこにいたいということは、このつま先につられてトレーが動いてしまわないってことです。つま先につられてトレーが動いてしまうんではなくて、つま先が床に出た、触れた、それからしっかりとトレーを動かしましょう。すなわち上半身がついてくるんだよっていう話です。どういうことかというと、この出したつま先につられて床につく前にトレーが動いちゃうと、結局また落っこちる動きと同じになっちゃいますよってことです。つられていかないってことです。つま先が床についた、つま先が床についた、それからトレーが移動するんですよ。すなわち上半身が行くんですよということです。でこうよく見る悪い例は、出した足でドン、ここでバランスを取る。最初にここで取ってしまう人が多くて、ドンドン、こういうマンカールになっている場合が非常に多いんですよね。これ全くこう重りをコントロールできてない感じですよね。つま先から運ぶ、そしてつま先がついてから運ぶ。これをね、しっかり意識すること。それから、その3つ目の大事ポイントですね。このパートの3つ目の大事ポイントは、絶対コップから行くことはないってことです。中にはですね、多分このプラットフォームの向きが悪いのか、こう行く人多いですよ。できない人、うまくいかない人の動きを見てると、トレイより先にコップが動こうとしてしまう。これはもう全然こう1本の軸サポートできないですよね。ちゃんとサポートがあってからつま先が道しるべとなって、そこにトレイを運ぶんだよという道しるべ、そしてそこに向かっていくという流れ、順番、これがあるわけです。ところがコップが先に行くと、もう道しるべのへったくれもないですよね。全部コップとお盆とつま先全部バラバラになってしまいますよね。ということを これをね、すごく気をつけてくださいね。いいですか。ももから行かない、つま先から行く。そしてトレイを運ぶのはつま先が床に降りてから運ぶ。それから上半身が、コップが先に行くことはない、落っこちる動きにならない、すなわち2本で支えないということです。では、一緒にここはちょっとエクササイズしちゃいましょう。1と2と3と4と、この4カウントで2往復ぐらいちょっと練習してみましょう。はい、まずじゃあ真ん中で重りを作る。で、片足1本に乗ります。で、しっかり足を外しておきます。もう 100%1 本で立っている。いきますよ、せーの。1と2の瞬間ある。3で1本、4で外す。1と2と3と41と2と3と41と2と3と4。はい、これはまあ地味な練習なんですけど、ぜひ体に馴染むまでこの重りを感じながら練習してみてください。重りを感じながらですよ。はいはい、下半身安定のための3つ目のヒントはですね、末広がりをイメージしろっていうことです。もう富士山をしっかりイメージしてみてください。富士山のように裾野が広い方が物事は安定する。これ当たり前ですよね。こう細くなればなるほど不安定要素が多くなる。だけど裾野が広ければ安定する。もう全くこれもう物事の通りです。なので実際に丸刈りする時にもですね、その末広がりをしっかりイメージして足さばきをしてみたらどうですかっていうことです。で、たまに見かけるんですけど、意外とね、例えば正面向きの丸カールでこういう足で丸カールする人意外と多いんですよ。で、これがいけないっていうわけじゃないんですよ。時と場合によってはそういうことだって全然ありえると思うんですけど、まずこの下半身をしっかり安定させるっていう意味においてはですね、この足と足の幅が広い方が絶対安定するわけですからね。よってこの膝よりも先にですね、しっかりつま先を出してあげるようにフォルムをもう一回再構築してみたらどうですかっていうお話ですね。こういう丸カールよりもこういう丸カールでいった方がすごく安定度が高くなるわけですよ。で、視覚的にもですね、これすごくいいわけです。なぜかというと、例えばファルダを履きますよね。そうするともものラインに沿って流れて、そして落っこちるわけですけど、これつま先が外側にあるともものラインからさらに膝下が外側に広がって、しっかり大きなこういう綺麗なこう流れるラインができるわけです。スッとできるわけです。ところがこっちにいると、ここでバサッと落っこってくるわけです。そうするとこういうラインになるわけです。だから視覚的にもですね、これつま先が遠くに、膝下が遠くに出てた方がとっても安定して見えるということがあるわけですね。なのでですね、この末広がりのイメージを持って、動いてみてくださいということです。じゃあちょっと一緒に、練習してみましょう。いろんなブラストのパターンありますけど、じゃあ大きく3つのブラストのパターンで、両手からいってこう片手で分かれる、中からいって分かれる、それから両手で降りてくる、外から行って両手で降りてくる。そして今度は外から行って中から降りてくる。中から降りて外側に上がってくる。この、3つのパターンを使って正面向きの丸カーブでちょっと一緒にやってみましょう。まず重りを作ります。プラットフォームとか股関節、膝を置く。重りを作ったら片足に運びます。片足に運んだら中から行く。いい斜め前に末広がりのイメージです。膝を遠くに戻して移動、遠くに、はい、今度は両手でいってみましょう。両手、じゃあ腰の方に戻します。末広がりです。ということは膝から遠くに、膝から遠くに、はい、今度は外に上がって中から、そして外に上がってきます。中から外に。そう、膝下は全部末広がりです。末広がりです。はい、どうでしょう。で、末広がりのイメージを持って作ろうとするとですね、軸に対する意識もとっても深まるはずです。これね、支える方の意識がしっかり強くなれば安定度も増しますよね。で、膝から下を遠くに運ぼうとすればするほど、この重心の位置を下げないと遠くに行かないですよね。まあ、どこまで下げるかっていうのはその時のフィーリングだったり、まあ、振り付けによるところもあるとは思うんですけれども、もう一回そういったことをですね、感じながら考えながら、ちょっと自分の動きをね、チェックしてみてください。はい、どうだったでしょう。下半身の安定を作るためのヒントを、まあ、大きく3つお伝えしました。そしてそれにまつわる注意ポイントもお伝えしてきましたけど、本当にね、この重りをしっかり感じる。そして重りを感じたらその重りの移動をしっかり味わう。で、最後は富士山のように大きな、もう切り株のようなどっしりとした強い下半身、安定感のある下半身をしっかり作ってですね、楽しく踊ってみてください。本当に大事なのは下半身です。ではまた。チャオ。